皆さんこんにちは。ナレーション解説のキリタンとあかねちゃんやで。以前にブルーレイレコーダーに SSD を載せようとして失敗した経験を生かして、今回はハードディスクの容量アップにチャレンジしてみようと思います。前回失敗してるのにまたチャレンジしようとするその精神、キャッパマスターはド M やな。今回のチャレンジはネットにたくさん情報がありますので、きっと大丈夫ですよ。それに何事にもチャレンジすることは大事ですから。それでは早速ですが、作業を始めていきたいと思います。以前の動画のおさらいになってしまいますが、まずはこのブルーレイレコーダーの紹介を軽くしたいと思います。このブルーレイレコーダーはパナソニック D が DMR-BRT300 というモデルになります。ハードディスク容量は 500GB で、ブルーレイディスクには XL ディスクまで書き込みをサポートしています。今では珍しくなってしまうたけど、 3D の映像なんかにも対応したレコーダーやで。うすうす気づいてると思うんやけど、このレコーダーは実は古くて、今では見ない D 端子や DV 端子なんかがある時代のレコーダーやで。製造年数は2011年製ですので、もう間もなく10年選手なレコーダーになりますね。もうそろそろ寿命感はありますが、新しくレコーダーを買うまでには至りませんので、ハードディスクを交換して延命したいと思います。それで今回交換に使用するハードディスクは、我が家ではできんのはずのウエスタンデジタルのレッド 2TB のハードディスクに交換するで。ハードディスクの選び方やねんけど、ポイントとしてはまず回転数が5400回転であること。5400回転やと発熱量が劇的に少なくなるから、結果的に壊れにくいっていう特性があるで。2つ目のポイントはハードディスク容量。今回のレコーダーの場合やと、そもそも1000タイトルしか記録できないという制限があるから、そもそも大容量にするメリットは少ないで。かといって500GB やと少なすぎるから、そういうのも加味しつつ 2TB という容量を今回は選択してみたで。そして最後のポイントとしては、 AV コマンドに対応しているハードディスクを選ぶことやで。今回使用したレッドは古いモデルやから大丈夫なんやけど、最近のレッドシリーズは AV コマンドに対応してないらしいわ。代わりにパープルシリーズが対応してるみたいやから、そっちを買うのをおすすめするで。今回のハードディスク感想ですが、レコーダーが古いタイプなので容量アップが可能なだけで、全ての機種にこの技が使えるわけではないということをあらかじめご了承ください。あと、もちろんこの改造は自己責任でお願いしますね。それではハードディスクの交換作業を行っていきたいと思います。まずはレコーダー本体の電源を入れ、ハードディスク内に残っている録画データなんかを吸収します。ディスクに焼いて避難させるのが一番おすすめやで。録画データを避難させ終わった後、ハードディスクを一度フォーマットさせます。特に意味はないと思うのですが、余計なデータを入れていていらぬトラブルを未然に防ぎたいので、念のためフォーマットしておくぐらいの気持ちです。フォーマットが終わりましたら、レコーダーの電源を切ってレコーダー本体の分解作業に移ります。まずはレコーダーのカバーを開けたいので、ネジを外してカバーを開ける作業をしていくで。作業自体は簡単で、レコーダーの側面についているネジ2箇所と入力端子などがある裏面のネジ3箇所を外すだけやで。ドライバーは先端にマグネットがついてるタイプやとネジが落ちる心配ないから意外とおすすめやで。ネジをすべて外し終えるとカバーを簡単に外すことができるから、カバーを取っ払うで。ブルーレイレコーダーの中身はこんな感じになっています。ハードディスクにはウェスタンデジタルの緑の 500GB が使われていますね。その他は意外とシンプルな作りをしているレコーダーだとわかりますね。それではハードディスクを取り外す作業をしていきましょう。
ハードディスクは専用のトレイに乗っていて、そのトレイをネジで本体と固定している設計になっているようなので、まずはネジを外していきます。ちょっとわかりにくいですが、ネジは4箇所で固定されていますので、なんとなく見ていただくとどこのネジを外せばいいかわかると思います。ハードディスクで隠れて見えないですが、この辺にもネジがあります。そして最後にこのネジを外せばハードディスクを取り外すことができます。ということで、今紹介した箇所のネジを外していきます。ネジを外し終えましたら、ハードディスクに刺さっているコネクタを外します。あとはフロントパネルを割ってしまわないように気をつけながらハードディスクを取り外します。取り外したハードディスクを裏向けて、マウンターと固定しているネジを外してハードディスク単体の状態にしていくで。お次はこういうのを使ってハードディスクのクローンを作っていくで。おすすめは削除機能とかないシンプルなこのモデルが値段が安くておすすめや。使い方は簡単で、1番にクローンする元のハードディスクを挿して、2番にクローンする先のハードディスクを挿してクローンボタンを押すだけやで。ポイントとしては割と接触不良を起こしやすいから、しっかり目に刺すのがコツやな。セッティングができたら電源を投入してクローンボタンを長押しして、あとはクローンが終わるまで待つだけや。クローンを作るのにかなり時間がかかりますので、この時間を利用してこの後使うディスクエディターの準備をしておきます。 Google 検索で HXD と入力し検索します。検索しましたら2番目あたりに出てくるこれをクリックし、サイトにアクセスします。サイトにアクセスしましたら、少し下にスクロールするとダウンロードページのボタンが現れますので、一番日付の新しいものをクリックします。ページが開きましたら、ページの中に世界各国の国旗が並んでいますので、日本の国旗を探してダウンロードボタンを押します。あとはダウンロードするファイルの置き場所を決めてダウンロードを開始します。ダウンロードが終わりましたら、まずは ZIP ファイルを展開します。展開が終わりましたら、中に入ってるセットアップファイルを開いてディスクエディターをインストールします。インストールが終わりましたら、一度実行してみて正常にインストールできているか確認します。正常に起動しましたので、これで下準備は終わりです。クローンが終わったら電源を切ってクローン元のハードディスクを外すで。本体の裏側に USB ケーブルを挿すところがあるから、挿して PC と接続するで。 PC と接続することで PC 側でハードディスクの中身を参照することができるで。ここからは PC での作業となります。まずはじめにここで注意してほしいのは、ハードディスクを PC に接続した際に、フォーマットしますか?というウィンドウが出る場合があります。ここで間違ってフォーマットボタンを押すと、もう一度クローンのし直しが発生しますので、注意してください。それでは、ディスクの情報の書き換えを行っていきます。先ほどインストールしたディスクエディターのショートカットの上で右クリックし、管理者として実行をクリックし、起動します。上の方にあるメニューバーからツール、ディスクを開くをクリックします。まずはじめに読み取り専用として開くのチェックボックスを外します。次に先ほど接続したハードディスクを選択し OK ボタンを押します。警告メッセージが出ますが、 OK ボタンを押すしかないので OK ボタンを押します。これでハードディスクの中身を読み込むことができました。ここからはハードディスクの容量の内容を書き換えていくで。ネットで調べたところ、
長期の値に変える必要があるんやけど。なんか知らんけど、500GB の値を入れても検索に引っかからないという事態に。書き換える値が入っているオフセット値は同じみたいやから、そこから書き換えないといけない値を割り出してみるで。上にあるツールバーから、セクターというところに、512と入力しエンターキーを押すで。次に、オフセットの列から、401C という値を探すで。そして、04の列とぶつかるところの値から始まる8桁の英数字が、書き換えなければいけない値っちゅうわけや。つまり、こいつらってことやな。あとは、この値をコピーして、置換するで。ただ、微妙に不安が残るから、一度この値を検索して、ちゃんと8箇所あるかどうかチェックしてみるわ。ちなみに、ここの検索死ぬほど長いから、5秒ぐらいしたら、キャンセルボタンを押してええで。すると、検索結果に、ちゃんと、8箇所の該当箇所があったみたいやわ。この値であってそうやな。ということで、500GB の値を、2TB の値に置換をしていくで。やり方は簡単で。上のツールバーから、検索、置換を選択して、検索する文字列に、500GB の値を、置換後の文字列に、2TB の値を入れて、置換するだけやで。ここの置換も死ぬほど時間かかるから、5秒ぐらいしたら、キャンセルボタンを押してええで。ちゃんと8箇所置換できたら、この値の書き換えは終了やで。同じ手順で、2つ目の書き換える値を検索していくで。セクタに520と入力し、オフセットから4101を探すで。あとは、さっきと同じで、04の列とぶつかるところから始まる8桁の文字列を拾えば、検索完了やで。あとはさっきと同じで、これらのように値を置換してやれば、作業は終わりや。置換終了後、謎のエラーが発生しました。ここはまず落ち着いてください。実はこの時点で、もう置換は正常に終わっています。変更を保存してあげて、ディスクエディタを終了してあげれば、無事に、作業は終了となります。ここで不安がある人は、もう一度ディスクエディタを立ち上げ、変更後の値を検索して、すべて書き換わっているか、チェックをしてみてもいいですね。ということで、PC を使った作業は、これで以上となります。あとは分解した時の逆の手順で、組み立てていきます。ここで気を抜いてしまって、壊してしまわないように注意しましょう。組み立てが終わりましたら、電源を投入し、動作チェックします。問題なく動作しているようですね。最後に、ハードディスクを初期化し、容量がアップすれば作業終了です。フォーマット実行した時点でエラーなどが出た場合は、何かミスをしている可能性があります。そうなった場合は、残念ですが、もう一度最初からやり直しとなります。フォーマットも正常に終了し、容量も無事に増えていますね。録画も再生も正常のようですので、無事に、ハードディスクの換装は成功したようです。長くなりましたが、無事に、ハードディスクの換装はできました。なんやかんやで、今回は、何のトラブルもなく動いたな。さすがは、インターネットに、たくさん情報があるだけのことは、ありましたね。ということで、今回の動画は、以上となります。もしよろしければ、チャンネル登録、コメントを残していってくれると、マスターが喜ぶで。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。